見える開花メルマガ、こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。私たちですね、この脳みそ的にもですね、この発信するフォトン的にもですね、脳科学、量子レベルで見ても、本当にこう自分が言ってること、思ってることで、どんどん現実を作っていくし、脳みそもそのために進化させていますと。じゃあどういうふうに言ったらいいかなというね、とっておきの言葉をご紹介いたします。で、それはですね、こちらの本の中の167ページからですね、スタートしてるんですが、そこのすごくこう、深いところのですね、お話入っていきたいと思います。読まれた方もですね、そのページ、その章が一番こう感動したという方が多くいらっしゃいます。こちらですね、自分を最高に生かす祈り言葉です。皆さんがですね、自分自身が一番こう最高状態を発揮していく祈り言葉、何かと。で、自分がですね、この自分自身にどのように語りかけるかで、1週間後、1ヶ月後、半年後ですね、どんどん本当に変わってきます。で、開花のトレーナーさんたちもですね、本当に2週間、3週間、1ヶ月、2ヶ月って経つうちに、どんどんこう人間関係とかですね、経済関係とかどんどん良くなっています。そのところをですね、この時間と空間を操る量子力学的習慣術の本ですね、167ページから始まる、私が私を生かすという魔法の言葉というところですね。本当にこうおかげさまで今、にずり2021年の5月なんか4月の末でですね、にずりが決まりまして、で今、本当に書店さんでもですね、広く出させていただいております。で、こちら、伊藤美と子さんなんですが、このすっごくめちゃめちゃいい笑顔でですね、もう少女のような、私と年齢そんなに変わらない、私よりも若いんですが、すごくこう少女のような笑顔なんですが、この方ですね、子どもの頃から1型糖尿病というので、ご自身でこのインスリンを作ることができないと。で、その合併症になりやすいっていうんですけども、この20代でですね、全盲になられてですね、で、その後ですね、本当にこうありがたいことに、福島県から2デーセミナーにですね、東京の2デーセミナーに3回通ってきてくださってですね、東京に着いたら新宿駅でバスで降りたら、ガイドヘルパーさんがついて東京の信濃町のですね、セミナーに来てくださいました。で、私が、ミトちゃんは見えないので、耳から入る情報がものすごい早くて、で、私が言ったことほぼこう覚えてるんですね。とか YouTube も 1.5 倍速とかでこう聞いてくださメルマガをですね、聞いてくださってですね、で文言をすごくこう覚えていて、で、大ちゃん先生、私こういうの作ったんですけどっていうので、祈り言葉をね、紹介してくださって、それを本にあげさせていただきました。祈りの言葉、今日も世界の安寧のために、世界のために、私は天の意志の下で働きます。私は、ご自身のお名前ですね。私は例えば村松大輔を生きます。私は村松大輔を生かします。私が私を大切にします。村松大輔を生かし、村松大輔が喜び、周りが喜ぶ形で存在し、周りにその喜びが広がりますように。私は最高の自分を発揮します。ありがとうございます。今日も地球のすべての人々が素晴らしい素敵な一日を過ごすことができますようにというところです。ここの〇〇のところはぜひご自身のお名前を言ってですね、唱えてみてください。すごくね、スーッとするんですね。それを朝、ぜひ言っていただければ、ますますご自身の人生が運ばれる側になっていきます。で、皆さんっていうのは脳科学的に見てもですね、どういう言葉がけ思考回路でいくかということで、瞬間瞬間にですね、この思考でいくかで、瞬間瞬間に脳を進化させています。さらに量子力学的にもですね、その言ってるたんびにですね、ご自身の周りにフォトン、バイオフォトンを広げてですね、パラレルワールドを作っています。その周波数帯の世界を作ります。で、ゼロポイントフィールド側から物質化現象をさせて、自分のフォトンをゼロポイントにぶつけると、そのために物質化現象をします。それは外だけじゃなくて、ご自身の体の中にも物質化現象をするので、体がどんどん若返るし、健康になってきます。ということで、まとめるとですね、私は私を生かします。そのフォトンを飛ばしていきましょうというふうにしていただければ、皆さんがますますこの、本当にこれ無料なんですよ。自分でこれ唱えるのって、病院ってお薬もらうことって有料ですけども、それよりももっとこうはるかに元気になってですね、自己免疫力高まります。で、自分自身がますますこう生き生きとなってですね、人間関係どんどん良くなるので、ぜひやっていきましょう。かなり健康的になるし、自分がですね、どんどん生き生きとなっていきますし、周りからもいろんな大きなお仕事のご依頼とかですね、お役立ちがになっていきます。ということでね、皆さんがぜひこちら167ページですね、をご覧いただいて、で、こちらですね、にみとちゃんの写真も載せさせてもらっています。こちらですね、ぜひ見ていただければと思います。関連動画はここのところにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。